買いすぎには気をつけてくださいね。ねえねえみんな、一緒に写真撮ろうよ。さやさん、最近ハマってるものとかありますか？ハマっているもの？それを聞いてどうするんですか？この後、みんなでさやの誕生日パーティーするでしょ。せっかくだし、さやの好きなものを取り入れようってなってさ。今日は、氷川さんが主役の日なので。ええ、遠慮せずに言ってちょうだい。そうですね、最近だと100円ショップが面白いと思っています。え、100円ショップ？なんかちょっと意外なとこから出てきたね。そうかしら。低価格で便利なものがたくさんあるので、とても興味深くて。例えばどういうものがあるのかしら？このカバンの持ち手につけている輪っかですね。左右に開いてフックのようになるんです。これがあればテーブルなどにバッグをかけることができて、床に直置きせずに済むので重宝しています。すごいすごい、おしゃれなアクセサリーかと思ってました。ええ、デザインがシンプルなので悪目立ちしないのもいいところです。他にもこれなんかは。ストップ。せっかくだし、さやに100円ショップを案内してもらいながらパーティーに使えそうなのを探すっていうのはどう？いいですね。私あまり行ったことがないので。わかりました、では早速移動しましょうか。ただ皆さんに一つだけ言っておくことが。買いすぎには気をつけてくださいね。ねえねえみんな、一緒に写真撮ろうよ。いいねいいね、お誕生日パーティーの記念写真。ああそっか、それもあったね。違うのかしら？加工がされるとかですかね。まあそれは撮ってからのお楽しみってことで。じゃあみんな集まって。はい、チーズ。うん、できたできた。見てよこれ。私の顔が佐渡さんになってます。佐渡さんはひなさんの顔で、ひなさんはまやさんです。おお、自分はイブさんの顔になってますね。そうそう、これ撮った人の顔だけ入れ替わるんだ。知ってる顔なのに見慣れなくって、すっごい変な感じ。あれ、私の顔知らない人だ。この人誰？私の顔どこ行っちゃったの？後ろに映り込んでるポスターだけど、中に映ってる人をよく見てほしいな。あやさん、そんなところにいたんですね。あはははポスターの人と入れ替わってしまったんですね。そんな、私もそっちに混ぜてよ。もうほんと、あやちゃん最高。